6月、新しい旅の相棒を迎えるため、夫氏と共に静岡県を目指します。久しぶりに乗る新幹線。鉄道旅も久しぶりにしたいなと思います。今回お迎えしたのはダイハツアトレイの車中泊使用車。ベッドマットや天井断熱、外部電源の取り込み口などがついた簡易な仕様です。これでいろんなところに行ってみようという魂胆です。さて、お腹が空いたので静岡県といえばの爽やかで昼食です。サワラハンバーグ美味しいですよね。鉄板に押し付けられる肉のサウンドが食欲をそそります。夫氏はデミグラスソース、私はおろしソースで食べましたよ。強烈なのが納得の美味しさです。さて、お腹もいっぱいになったので一路自宅を目指します。背の高い軽四は初めてですが、意外と走りも良くて扱いやすいと思いました。アトレイで旅した記録を少しずつアップしたいと思います。よろしければ今後も見てくださいね。